はよう。唇の皮が脱皮中だった。おはようございます。須藤さん、ちりちゃん、ハートありがとう。おはよう。なんかぜっと、7時からお仕事。うわ、大変じゃん。早いな。今朝もニーマンの配信見ることができて幸せ。ありがとう。安心。どっちの名前？ありがとう。ちょっと落ちてきたハート、ありがとうございます。ちりちゃんもハートありがとう。クッキーお姉さん、唇の脱皮が このナイトケアリップをつけるとマジで皮がちゃんと抜けます。
あ、ミニが好きなんだ。ハッシュタグつなげた僕の自分だけ僕の自分だけ僕の気持ち SNS あげてみて料理の写真僕に見せて入れてきます。あっしょ、パチョコ。おいしい、これ。もう、これ食べ物？なんですけど。の。食べ物今限定で出てるクレープがあるんですけど、1個
なんとか餅、ハブタイ餅のクレープが出てるんですけど、めっちゃ美味しくて、皆さんに食べてもらいたい。みんな餅とファミマ行ってハブタイ餅のクレープ食べてみてください。デザートコーナーにあるんで、ところが美味しい。え、わかんない。今本気出せた。あれ？財布？って。
さんとしたハートありがとう。眉毛伸びた。そんな見える？今の調子は少し良くなった。かもなく不可もなく。なんかずっと口の方になんか違和感がある。喉が今は痛くないけど、でも喋り続けてたらもちろん痛くなるし、違和感、痛い、飲み込むときに違和感。シャニグミガサ、カナプシさんハートありがとう。またお薬いっぱい出るかな。漢方とか漢方とか漢方とか漢方がさ、前回聞いた時なんか最初初回の時漢方1個だったんよ。もしは次さ定期検診みたいな感じでさ、ちょっと時間経ってさ行ったらさ、漢方2種類出されたけんね。無理無理。もう漢方あるさ、ガーって言って一口で飲めないんだもん。もう本当に苦いのがもう散らばりたくないから、ちょっとずつ飲むの。で、一回の薬飲むときにお水の量やばいもん。いやすごいよね、その病院によってね、やっぱ出すお薬違うんだなってすごい思った。そう、私が今行ったところは、今もらってる薬のところはピンポイントでもなんかいろんな薬を出さずこう やるみたいな感じやけど、漢方のところはね、漢方いっぱい出したりとか本当薬の量もマジで多いんですよね。いろんな2種類の粉薬と錠剤も3種類あったりとか、それ1回分とか、すごいいろいろ違うんだなって。これがアイデンティティかっつってね。ショルダンクさんハートありがとう。昨日の休み動画ちょっと見よう。
敬老案内始まった。どこなんだろうと思って調べただけなのに敬老案内始まったんだけど。トナーありがとうございます。福山のね場所なんかなんだけど、まあ、なんだろうと思って、ここってどこなんだろう、広島なんかの方みたいな感じで思って調べたらケロんないじゃん。うーん、すごい。30分も。魅力の里？魅力の里ってどこにあるの？まさ、福山じゃん。魅力の里。2時間半かかるよ。ここから交通機関使って。車1時間半。あ、車は早い。歩いては？1日9時間。チャリは？6時間で行ける。嬉しいことに筋肉中。 YouTube の聞く6時間、チャリで6時間ならいいかもね。行きたいかも。でも魅力の外今見たら5時までだったよ。10時からとかじゃない。でね、簡単に計算しちゃう。朝5時に出たらいけるかな。朝5時に出て6時間かかるけん、10時からだとしても11時には入れる。11時からだとしても、まあ、11時には着けるかも。まあ、12時に着いても全然よし。5時からかな、行くとしたら。往復12時間、もちろんそうよ。まあ、帰りは別にさ、5時からそのまま帰って6時間かけて、ね、19、20、11時着く。やばい、もう多分次の日立てんかも。もういろいろと心もやられてるかも。さすがに心身ともに来てるわ。え、無理なんだけどってなってるかも。さすがに、さすがに。帰りチャリこぐ体力残すしかないんよ。何を言ってるんですか。残ってなかったとしてもやるしかないよ。
プリン。消そうでもしようかな。天気よ。まずちょっと歩くだけでしんどい。やばいじゃん。ちょっと出てくるわ。
しなきゃと思っても食いすぎてしまう。そんなもんやろ。それな。禁止中。お酒は飲まなくて大丈夫だよ。せっかちで飲んでないわ。ラブ願い事ありがとうございます。毎日暑くて体力が上がる。確かに。暑くね。今はさ、エアコンついてるから、あれやけど。夜も暑いしね、もわもわして。本当に寒暖差がすごいしちゃう。室内からの外出たとき。
りたい。肉も痛いよ。もう来いけん。
1月9日やからポンタがなくなるって。なんで？泣く？ああ、そんなことか。その指名戦でもいいや。予言みたい。あなた絶対に来ます。7月9日のライブで泣きます。なぜなら泣くだから。
バイバイって、バイバイって言わないで、寂しくなるから、またねって、そう言って。バイちゃんも、それぐらいなら許してやろう。お疲れ様です。サイピーさん、初見こんにちは。兵庫県阿武町から来ました、花脇美奈です。
絶対待ち合い室で寝るわ。何時間待つかな今日。
嘘はついちゃいけないよ。そうそう、引っ越しじゃけん。
ダイナマイ、ああああ、歌うよダイナマイ。ゆうながいっちゃんかわいいよ。ゆうながいっちゃん可愛いもんな。じゃあこれからもっと配信も見に来てくれるし、ライブも来てくれるんだよね。楽しみだな。出てくる。
り準備しすぎじゃない？びっくりした。今日何時から9時かな、9時から12時半の間のんびり行こうかな。なんで眠そう。
苦しい。はい、ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました。今日も朝からありがとうございました。今日はちょっとちょい久しぶり、うん、とんでもないね。まあ化粧ちょっとしましたよってことで、で私今から、病院に行ってまいります。でも耳鼻科に行ってちょっとね、喉が痛くて火曜までには治さないといけなくて、なんなら明日も治したいですって言いに行ってきます。では壇上にいますね。10歳鈴木さん、12位焼きそばさん、11位黒西さん、10位アベルさん、9位醤油団子さん、8位天塚さん、7位中井さん、6位醤油フィンガーさん、5位スノーヒルソス、4位ジルちゃん、そして第3位がモーさん、ありがとうございます。第2位がトシさん、ありがとう。そして本日第1位はポンタン、ありがとうございます。ここで治るといいよね、マジでありがとう。心配してくれてありがとう、本当にそう。配信ありがとうね、こちらこそですよ。気をつけてね、ありがとう。気をつけて行ってくるね。ライブ、そう、ライブをね、みんなと一緒に思い切り楽しんでいけるように病院行ってきます。皆さん、また明日の朝配信でお会いしましょう。今日も一日楽しんで、うん、頑張って、うん、いい一日にしてきてしてくださいね。ではまた明日。